プライベートエクイティファンドとは、複数の機関投資家や個人投資家から集めた資金をもとに、事業会社や金融機関の未公開株を取得し、同時にその企業の経営に深く関与して、企業価値を高めた後に、売却することで、高い矢を獲得することを目的とした投資ファンドである。近年は大手プライベートエクイティ創業者の高齢化が進み、IPO は大手投資銀行へ、 運用会社を売却するトレンドが発生している。プライベートエクイティファンド、ポリエチレンファンド、ウンファンド、買収ファンド、企業再生ファンド、ベンチャーキャピタル、ターンアラウンドファンドなどと呼ばれているものが該当し、それらの総称としても使われる。主に、デバレッジドバイアウトと呼ばれる買収先の資産、キャッシュフローを担保とした借り入れを用いて、資金調達する場合が多い。 中長期での投資をしたい都市企業に中長期の成長資金を供給、もしくは取締役を派遣後大規模な経営再建を実施するプライベートエクイティファンドはその投資形態においてヘッジファンドと大きく異なる。誕生後30年以上の歴史を持つ米国、欧州においては銀行に次ぐ社会経済への新たなリスク資金供給の担い手として ファンドオブファンズの資金を受け入れるなど、その社会的意義の評価を固めつつある。世界的に規模の大きいプライベートエクイティファンドとしては、以下などが挙げられる。日本国内では、以下のファンドの投資額が大きい。年金積留金管理運用独立行政法人も、海外の新興国へ投資している。利益回収を目的に、不良再建や経営危機に陥っている。 組織の発行債権を手に入れる民間商業団体としてハゲタカファンドも存在する。特に国家債務の文脈においては、債務不履行に陥った貧困国の発行する債権を安価で勘やさり、同国と債権者の間の債務債権交渉を拒否して全額の借金回収へ私力を尽くすという悪質性が指摘されている。貧困国の教育や医療にも悪影響を及ぼす。 この問題は注目が集められて久しいものの効果的な解決の枠組みは未だ制定されていない。ありがとうございます。